先端に松笠をつけたテュールソス。テュールソスはギリシア神話に登場する杖。大植教でできており、ぶどうの鶴や葉などで飾られ、先端に松笠をつけたものである。タイニアと呼ばれるリボンのようなものがつけられる場合もある。テュールソスは植教の茎に傷た塔の植物をあしらった杖であり、古代ギリシアの宗教において、この杖はディオニューソスとその信者が持っていた。 不動やヒズトのような鶴を茂らせる植物は、ディオニューソスの力が現れていると考えられていた。エウリピデスは、マイナデスが持つテュルソスから、蜂蜜が下ったと表現している。テュルソスは、宗教的儀礼や、イニのにおける、神聖な道具であった。テュルソスは、葉の中に、鉄の突起を隠しており、ディオニューソスやその信者たちが持つとき、恐るべき武器に変わったともされる。 そのため、トゥルソスは、ブドウの葉に包まれた槍、木豚を巻いた槍などと表現されることもあり、その先端の突起が狂気を引き起こすと考えられた。トゥルソスは、ディオニューソスと、その従者であるサチュロスやマイナデスに関連し、一般的に繁栄、繁殖力、快楽主義、閲楽、楽しみなどを象徴する。特に、ウイが男性器を、松ツが種を示しているとして、 ファルスの繁殖力に関連づけられてきた。トゥルソスはバッコス信仰の踊りの際に掲げられる。エウリーピデースのバッカイではディオニューソスの信仰に噴したペンテウスがディオニューソスに次のように尋ねるシーンがある。トゥルソスは時にカンタロスと呼ばれるワインを飲むための陶器とも関連づけられる。カンタロスもディオニューソスの象徴とされ、トゥルソスとカンタロスは 王爵と奉仕と同様に男性性と女性性の組み合わせであるとされる。ありがとうございます。